はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴーダたけしです。さあ本日なんですが、強奪というカードがなんかマスターデュエル3枚使えるようになっておりまして、現在ね。でこのカードを使ってる人ほとんどいないと思うんですけど、本日は、未完庫に強奪を入れるタイプのデッキをちょっとご紹介していこうと思ってまして、装備魔法なんで未完庫とはまあそこそこ結構相性がいいんですよね。もともと例えば、神比べで相手のモンスターに直接装備するとかね、あとは、墓地の落ちてる強奪を、大姫の効果で装備するとかっていう、そういうイメージで、使っていけるんですけども、基本的にですね、この強奪を使う時の、組み方なんですけど、未完工先行取って今まではなんかそのカイザーコロシアムとかなんかサモンリミッターとか、 なんかそういうカードをパカパカ開いてバカみたいに展開してこようとしてるモンスターを止めて、でそいつぶん殴って勝つっていうね、構築にしてたと思うんですけど、皆さんね、やっぱね、ちょっとね、永続カードがちょっと、あんま強くないのしかあんまなくて、ちょっと枚数が減ってですよ、キモい永続トラップカードがなくなってまして、だから先行でね、ちょっとね、未完工回すのちょっとね厳しくもなってるっていうのと、あと先行だと強奪あんま使わないじゃないですか。で今回ちょっと強奪3枚めっちゃ使いたかったんで、後手に寄せました。後手型の、強奪未完工です。後手で、未完工使うとき何がいいかっていうと、まずね、ラバーゴーレムとか、引っ越し勝負といった、こういう、強いマーク肉だ、これを採用することができるっていうことと、あと強奪を強く使えるってことですね。強奪を使って相手の妨害を、踏んでいって、で、この天帝の人とか、アームズコールからの強奪とか、アラベスクによる、相手のモンスターバウンスからの風利展開とか、こういうこともできるってことですね。で、ワンキル取れることもあるんですけど、取れないことも、の方が結構多いので、もう拮抗勝負で、ラバゴ拮抗すれば大体の敵死ぬじゃないですか。なんで、ラバゴ拮抗して、相手の場面、大体勝って、で、勝負拮抗させていきたいなというふうに考えて、こんな感じの構築にしてますね。はい。ちょっと、いろいろね、構築はあると思うんですけど、ちょっと、対戦見ていただければ、どんな出来かかと思うんで、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。うわー、初動ねー。初動ねーけど、めっちゃまくり札ある。ワンチャンある。めちゃくちゃまくり札は存在しているので、ちょっとラバゴ&キッコー勝負で、ちょっとドヤ顔して、相手の場面しょっていくわ。リオスか。なるほどね。エボルダーリオスちゃんがめちゃくちゃ強くて、進化の得意点セットして、でさらにデッキから恐竜を送れるという、恐竜が爬虫類を送れるっていう、めちゃ強い効果なので、これはね、最強です。初動としては、オピラプターが入ってるかどうか知らんけど、これはどっちの方なのかな。エボルとかもあるんだよね。恐竜デッキにエボルダーリオス出場してるパターンとかもあるし、なんだっけ、エボル、ちょっと冥界デッキもあるし、エボルもあるし、結構エボルダーリオスは割と出張性能が高いといった話なんですが、ハッカーのやめてください。あ、すいませんでした。はい、すいませんでした。ラバーごと拮抗勝負で頑張ります。あー、冥界か。冥界エボルですね、多分これ。いや、これ多分バケモン爆弾するやつか。いや、大丈夫、ラバーごと拮抗勝負であれば負けれる。タワーのデッキは、ソラバサミゼロオールパイセン出てきて、パイセンの効果でエイリアンカウンターが起きるカードをサーチすることができ、あ、もう引いてるかな、これ、もしかして。すでに引いてるパターンかな。で、エイリアンソルジャーマイティフレームさんですね。いいでしょう。これは、ゼロールがいると、その A カウンターが置かれているモンスターが全部守備表示になって効果発動できないっていう効果があるんですけど、守備表示にならなくても効果発動できないっていう効果があるんですけど、それをそのなんか惑星汚染ウイルスというカードで、出てきたモンスターに全部にカウンターを置くという、トラップカードがあって、それを打っていくという感じの、効果になってまして、多分セットされてるのはどっちかが、あれだと思います。 A カウンターを置くカードだと思います。これ一旦バトルフェーズ詐欺しますか。バトルフェーズって言うと多分、結構勝負ケアして相手多分進化の時で打ってくると思うので、バカ見てやり、バカ見て打ってるだろお前。あ、そうだよな、オッケー、いいよ。進化の得意点で、自分の墓地からエボルドとエボルダーかを特殊召喚して、その2体でエクシーすると、エボルカイザーをラギアとかドルカとかラーズとかね、出てくるんですけど、バカ見てやり。口悪いな今日。すいませんね、もう深夜3時なんで、もうちょっと頭がおかしかったです。とりあえずメインフェーズ続けます。はい、当たり前じゃないですか。
分からせます。貴様のフィールド上のモンスター2体の魂を生贄に捧げ。現れろ、溶岩魔人、ラバーゴーレム。最強。ちなみに初動はない、バトルフェーズいきます。ちなみに初動はない。メイン2入る瞬間入りまして、はい、ちょっと勝負拮抗させようぜ。一旦勝負拮抗させよう。頼む。またはあれだと思うんで、惑星だと思うんで、あ、オッケー、よし、拮抗した、よし、拮抗した、よし、拮抗したぞ。カード1枚セットエンド。弱え、マジ、ゴミって、絶対マクシムストラガン来んだよね。マクシムストラガン絶対来んで、初手に。マジ、天帝の人2枚になったらマジで痛くて、でも天帝の人引くより先にマクシムストラガン来る確率、まあまあ高くて。今までは天帝の人3枚あったんで、天帝の人の方が先に来るパターン結構多かったと思うんですけど、なんか天帝の人来ないくて、マクシムスドラグマさんが来る、え、どういうこと、え、どういうこと、な、ナイアいないよね別に。それ打ったところで別にナイアが特殊召喚されるわけではない。モンスターを特殊召喚しますか。いや、まあいいえな。だから一応はいか。これ打点400しかないのか、あいつ。じゃあはいだ。よし、これで増人ビートが始まるぞ。なんだこれで。おい、なんか相手もなんか混乱してるぞ。拮抗勝負打たれて、エボル冥界できて意外とリソースなくなること多いんですよね結構。え、これマジでさ、ちょ、増人召喚したら一応召喚アルミラージ変換してリトルナイトとかやれば一応バックシムス出るけど、多分あれ縦にセットしてるってことは、あれ無限放与なんですよ絶対に。この真ん中のカード、これ絶対神比べの前にセットしてるから、これ無限放与だから、無限放与って言われちゃうんで、なのでバトルフェーズいきますか一旦。増人持ってた方が強いと言うんだ俺は。増人2体でリトルナイト出すほどバカなことはないから意味不明すぎるから。 OK、 これで多分いけると思う。で、増人通してなんか頑張るわ。大丈夫、ニビル様入ってるから。あー、やばい、リオス来た、やばい、ちょ、リオスやばい、リオス OK、 リオス OK です。で、まあ、ここでリオス引かれてしまうと結構ミセラサウルスの効果が起動して、やばいこと起きるみたいな話はあるんですけど、これアルゴもう一枚入ってんのかな、ちょっと一旦打つわ。アルゴもう一枚入ってるとちょっとやばいから、さすがにちょ、ニビルゲーになってくる。そうなってくるとミセラサウルス多分、まあ多分ミセラサウルス持ってないからニビルは食らってくれる気がするんですけど、アルゴサウルス、はい、あ、おっせえ、バカがよ、おっせえんだよお前はよ、毎回よ。アルゴサウルス、はい、で、破壊して究極進化薬とか、まあ、進化薬カードか、爬虫類持ってこれますね。で、これでまあナイヤーとか持ってきて冥界の動きにつなげるか。あ、今回は究極進化薬ってことは、まあ多分これはアルティメットコンダクティングティラノが出てくるのか多分。マルコも多分入ってるんでしょうね、おそらく。いいでしょう。恐竜族と恐竜族以外のモンスターをゲームから除外すると、アルティメットコンダクティングティラノが出てきて、やばい、出てきた、やばいやつ来た、最強カード来た。世界最強カード来た、世界最強カード、やばい、これはこれ強奪の違いあるだろ、これ強奪の違いめちゃくちゃあるだろ。 OK、 まあ、ちなみにアルコンって結構あれなんですよ、天敵なんですよ、ミカンコのアームズホールも来た、神ゲーなんですけど、ちょっとそれ強そうだな、ちょっともらっていいか。おい、伸びた、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のものだ。どうしましょう、まあ、とりあえず一応やっときますか、伝承のみかんこ。ちょ、無限放与打たせたいんですよね、できれば無限放与をできれば打っていただきたい。さあ、伝承のみかんこの効果を発動しまして、手札から大姫のみかんこを爆誕していく。あ、大姫のみかんこの効果使われたもんね、一応大姫のみかんこの効果使ったわけだった、ちょっとまあいいや。で、伝承の大みかんこの効果を起動していきます。デッキから、みかんこカード1枚を墓地に送ることができるんですけれども、これはまあアラベスクですかね、アラベスク送って、一応まああれか、フーリちゃんにしといて、でフーリちゃんで一応対象耐性付与しといて、とかマジで無限保養
打ってくれよ、頼むよ。無限法要打っていただきたい。さあどうする、打たない、あれないのかな、このここぐらいしか多分打つとこないと思うんだけどな。そうするともうこう対象体制が爆発するので、フーリちゃん特殊召喚、はい、でトラップカード引いてるのでもサーチがない。3500打点でぶん殴りに行くか、今何落としても意味ないしな。一応アームズホール使っとくかこれかこれ、これネクスト強奪構えとくこれネクスト強奪構えとくのまあまあありじゃね。これ次のさ相手が出してきたオンスターも絶望的に強奪してるけど確定してるのも強すぎた俺。ちょっとこれさすがに強いな。オフゲー、さあドヤ顔でビート始まりますよ。バトルですね。はい、さあいけ、うおっ、クリボールチェック、なるほど。アルコンでダイレクトアタック、うおっつえ最強ミンツ。これあれだな、強奪ってさ、これさ、え、無限法要の縦列になった場合ってこれ無効だからコントロールこれ変えるのかな、ちょっとあんま分かんないんだけど、これ無効になった場合これコントロールダッシュの効果も無効だからこれ多分あれだな。1000円払います、すいません、使用料払います。著作権料支払いまして、まあ、この強奪の1000円の使用料絶対舐め腐ってるけどこれ、相手のこんな強いモンスターパクって使っといて1000円しか払えないのこれ絶対おかしいけどね。 106% エボルダーリオスイだろう。さあどうする、俺のアルコンを抜け、俺のってかお前のアルコンを抜けるか、お前は、お前は抜けなかったようだな。なんで毎回マクシムスくんだよお前、バカすぎるだろこいつ、ガチでマクシムスしかこん、こいつ殺していいかほんまに。まあ一応ね、みかんこで知ってることはできるから天帝発動できないことはないんだけど、その手札に引いちゃうと天帝って基本的にはない、発動できなくてドラグマサーチするカードはないからね、1枚しか入ってないから、だからまあ墓地に落とせば1墓地から回収があるんで、まあ、一応落としてもまあいいんですけど、ダークブルームマジでちょっとやばいかも、そいつはやばいか、宇宙巻き起こるか、いやラバコ2発耐えられる魔術師覇王魔術師デッキはないから多分大丈夫だろうラバコ2発耐えられる多分ね覇王モンデッキは多分ないはず。これ大丈夫かな、これデカデカと強奪のさサムネイルなんか作ろうと思ってるんだけどさ、これ普通に強奪じゃなくてラバコにした方がいいですよね普通にオルティメットドラゴン来た、やばい、何これ、あれか、覇王マギアだ、わかった、これ覇王マギアやこれ、ついに覇王マギアが解き放たれる時が来たか。あのデッキ結構強いんだよね、マギアが出てウーサが出てボルテックスも出てみたいな感じなんで、割と妨害散ってて強いっていう。あーんと京都ウォーターフロントだと、おやべえぞ、なんか激ヤバカード、激ヤバカードなんか発動されたぞ、これ大丈夫か おいちょっとヤバそうな匂いすんな、なんだって。あでもペンデラムテーマの島にウォーターフロントは結構相性悪くて、カウンターが乗んないんですよね、墓地にフィズカル墓地に送られるとカウンターが乗るっていう仕様なんですけど、ウォーターフロントはウォーターフロントとペンデラムモンスター、ペンデラムモンスターってほら墓地に行かないでさ、エクストラデッキに行っちゃうじゃないですか、破壊とかフィールドが墓地に送られる場合ね、だからこれめちゃくちゃ相性が悪いという話がありまして、まあ、リンクとかすると一応いけるんですけど、アルティメットフュージョニング来た、アルティメットフュージョン来てこれマギアか、なるほどな、なるほど、これもしかしてあれか、これかガメラドラゴンマギアみたいな話あるえ強ない京都ウォーターフロントで、あガメラ回収、なるほどね、これガメラドラゴンマギアじゃん、やば強っ、最強かよ、あまりに強くて笑っちゃった、ラバゴの前に手も足も出ないそうだけどあいつラバゴの前手、あやべえ、ちょっとカウンター補充された、カウンター補充きた、あー強やばい、マジで無限妨害プラス魔法トラップ、モンスター効果1回ずつ無効ね、これ出たよ、これ天帝来るパターンね、これ鬱陶しいでしょ、ちょっとこれあげちゃう君に、これあげちゃう君に、どう、はいどうぞ、2を差し上げます100億妨害0妨害だったけど大丈夫、相手
100億妨害0妨害になりましたけど大丈夫ですかね。あとはこれが通るかなんだけど、大姫のみかんこの効果発動したい。伝承のみかんこ持ってきたから、裏技かな、そうだね。で、これ、マクシムストラクマを墓地に送ることによって、これ、天帝の人がアクティブになるっていう話があって、伝承の大みかんこ発動しますか。伝承の大みかんこ発動しまして、で、大みかんこからのこうしまして、で、まあ伝承の大みかんこの効果を起動しまして、はい、でまあアラベスクを落とします。で大姫のみかんこの効果を発動。これちなみにアームズホーアームズコールで一応ゴーダス持ってきて相手のモンスターパクるっていう動き普通にできるんですけど、それやんなくてもなんか4800とかいうクソ打点、クソ高え打点が盤面にいるんで、これ殴ったら勝てそうですね。このラバゴを回収するというあまりにも犯罪ムーブ、アラベスクでラバゴ回収であまりにも犯罪ムーブにより、これ相手が心折れるはずだ。ブルーアイズアルティメットラゴ4800打点なんですよね。バトルフェイズ、これあれ強奪する必要ないですね。バトルフェイズ、はい、1ミリも行きましょう。はい、いってー、ダメージはてめえが受けろ、いって、おらガチでラバコが強いわ普通に。いやラバコは吸い付いてけど、ハンド強そうじゃない、これこれハンド強そうやな。ウララも打たせられそうだし、アムコもいけそうだし、ラバコでしょれるし、アラベスクできるし、でなんならラバコした後にあれやね、モロハつけてぶん殴ったら勝ちまであるの、これこれ多分勝ったろ、これ勝ちだろ、これ最悪のババイといいだろう。これ合計打ってさ、2枚ドローすんじゃん、でなんか地球じゃん、でラバゴで処理するんじゃん、相手のモンスターを。でアムコしてなんかゴーダスからか持ってきてもいいし、まあ3体いるのが一番理想か、3体のが一番理想だな、モンスターが。で1体をアラベスク装備してパクってバウンスしながら、フーリー出してきて、はいドーンって感じだな。モロハつけて勝ったわ、オッケー、完全に見えた。現銃をキマイラね、あキマイラはちょっと結界像だりな、結界像がちょっとだり、普通に闇の結界像があれで出せなくなるんだよね、闇属性以外。これキミカンコって闇属性あんまいなくて、それめんどくさいんですけど、これドロペとかになんか出してくんねえかな。タオちゃんじゃん、出た、誰一人強いモンスターを蘇生することができないと言われているタオさんね。タオさん、墓地を送られた場合に自分の墓地から幻想魔族を特殊召喚するって効果あって、これ結構強くて、まあ、OCC の方ではめちゃくちゃ使われてるんですよ。なんかアプレンティスとか、なんかブラマジのなんか幻想魔族版みたいなやつね、とかあとディアベルゼっていうなんかそのカードセットしか使えないみたいなね、ガチでやばい超融合とか、なんかその、まあ、無限保養とか全部腐らせるガチでやばいカードあるんですけど、あの辺とかを蘇生することができてクソ強いという話が実はあるんですけど、これ今現状マジでさ、特殊召喚できる幻想マズクで6ランいないぜ。マスターデュエル、なんか幻想マズクの開発遅れてんだよ、マスターデュエル。何にも、やばい、神殿を守るもん来た、あかん、プトレマイオス、あなんだこれどういうこと、どういうこと、プトレマイオス効果、おーランクアップ、ランクアップ、エクシーズチェンジ、デュランダル、あ、すべてを指しました。メインフェーズ、メインフェーズ、スタンバイフェーズ、メイン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 フェーズ、スタ、メインフェーズ、メインフェーズ、黙れ、メインフェーズ、メインフェーズ、あかん、あかん、あかん、ハンドクソ強かったのに、どうして俺のハンドが全部なくなっているんだ、おかしいだろ、アテムてめえ何してくれてんだ。まあ一つ言えることは、ラバゴは最強ではないってこと、なんでかっていうとハンデ捨てられたら意味ないから。